僕の声君届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、体験王国紫村、ほか各社の提供でお送りします。おはようございます。2018年4月13日金曜日、時計の針は9時2分を回りました。本日もここ高潮にあります体験王国紫村サテライトスタジオから生放送でお届けしてまいります観光情報番組読谷ラジオ。本日のナビゲーターはたっちゃんこと石川達也でお届けしますので、どうぞ1時間生放送お付き合いよろしくお願いいたします。まあ、4月の13日金曜日ということで、ジェイソンでしたっけね、よく言われてる、そんな、まあね、週末を迎えますけども、はい。またね、今日頑張れば明日から、土曜日日曜日ということでね、また2日間お休みの方もいらっしゃるんではないでしょうかね。もう4月も始まって半ばに、来てますけども、皆さんどうお過ごしでしょうか。またね、環境が変わってちょっと疲れがね、見えてくる頃かなと思いはするんですけどもね、ぜひまた週末県内各地でね、様々なイベントも、あると思いますので、またリフレッシュがてにね、足を運んでね、楽しんでいただけたらなと思いますよ。さて、今日の沖縄、そしてここ読谷村の天気なんですけども、ちょっとどんよりしてますね。朝方はちょっと太陽が顔を出してね、ちょっといい感じでしたけども、ただいまですね、雲がどんよりとして、この後ね天気もお伝えしますけども、また午後からは雨も降りそうですよ。ぜひね、また雨は雨で楽しめるね、観光のね仕方もあると思いますので、ぜひこのラジオも参考にしていただいてね、ここ読谷村までね足を運んでいただきたいなと思いますよ。それにしても昨日の雨すごかったですね私もね、まあ、会社からね、お家に帰る、西原町まで帰る、ね、道中でね、本当に激しい雨でね、前も見えずにね、ワイパーがマックス4ぐらいのね速さでね、ちょっと危険だなと思ったぐらいの本当にすごい雨だったんですけどもね、また今日もね、ちょっと見る限り、道じゃないね、道路がね、ちょっとぬかるんでないね、湿ってるって言った方がいいのかな、表現的にはね、ちょっとまだ濡れてますので、運転する際は気をつけていただいて、また
ね、楽しい観光にしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。さて10時までの1時間生放送をお届けする中で、ここ読谷村から、ね、発信する観光情報番組読谷ラジオ、ね、ここ読谷村の、ね、良さや文化、歴史、自然、観光スポット、さまざまな、ね、お店紹介も交えて、ね、来たくなるような、読谷村に来たくなるような、ね、情報をお届けしてまいりますので、どうぞ1時間お付き合いください。お相手はたっちゃんです。ここで本日のドライビングナンバーをお届けいたします。県出身アーティストマックスで未来叶い。お届けしております本日のドライビングナンバー、県出身アーティストマックスで二来家内お届けしていますが、なんとですね、この二来家内マックスさんが歌う PV の中で、お城が出てくるんですけども、なんとそのお城なんですけども、ここ紫村の、ちょっと行った海岸沿いにあるミーグスクっていうね、ところでの、まあ、撮影ということで、私もね調べて初めて知ったんですけども、そもそも、この紫村というところはですね、 NHK の大河ドラマ琉球の風のね、オープンスタジオパークとしてできた施設っていうこともあり、ね、このミーグスク復元した、まあ、ミーグスクということで、まあ、このね二来家内ね、撮影のPV 撮影ですかね、も使われたということで、私も初めて知りましたね。またこのミーグスク以外にもザキミグスクでもね、この、マックスさんが歌う二来家内の PV でもね、ロケ地として使われたみたいですので、
ぜひ ご参考までによろしくお願いします。それでは最後までお届けしてまいります。お届けしてます観光情報番組、読谷ラジオ。ここで皆さんの気になるお天気お伝えしてまいります。4月13日金曜日、沖縄気象台発表。まずは天気概況からですね。沖縄地方は湿った空気の影響で雲や雨で雷を伴っているところがあります。雷を伴っているところがあります。そうなんですね。はい、続いて中南部のお天気。本日は曇り、波が1メートルのうち 1.5 メートル、降水確率、午前中 40%、昼過ぎから夕方にかけて 40%、 夕方から深夜にかけて 30% となっております。気になる日中の最高気温27度となっておりますね。今は晴れているかもしれませんが、この後ちょっと雨ぐずついた天気になると思いますので、ぜひで、この外に出られる際は、傘などカッパなど、ちょっと濡れてもいいような、着替えなども、持って出かけられた方がいいかもしれませんね。本当に、昨日の雨はすごかった、本当に帰る道、道中で、ちょっと水没ではないんですけども、本当に水たまりができている、ところもあって、みんな本当安全運転でしたけども、まあ今日もちょっと雨が降るということなので安全運転で、お願いしますよ。せっかく観光で、沖縄来てちょっと事故るということがないように、お願いします。以上で、本日の沖縄のお天気でした。さて金曜日です ね、もうやっぱり4月に入って、だんだんとって言いますかね、観光客はやっぱりちょっと少なくなってきてますね。また、5月にはゴールデンウィーク大型連休も控えてますので、ぜひ今日の読谷ラジオの中で、ゴールデンウィークまだ予定が決まってないよっていう方々、ぜひそういった情報もお届けしていきたいと思いますので、ぜひ、この読谷ラジオを参考にここ読谷村の方まで遊びに来ていただいて、また素敵なゴールデンウィークにされてください。ということで皆さんからのメッセージもお待ちしておりますよ。
ね、メールアドレス FM 数字の786 @ FM 読みたん .co.jp すべて小文字の FM 数字の786 @ FM 読みたん .co.jp でお待ちしております。懸命に読みラジなどね書いていただきたいと思いますよ。よろしくお願いいたします。それでは一旦 CM です。読みたん？何でも調査団。読みたん何でも調査団。どこにでもあるでもそこにしかない読みたんラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らないの枠を広げる読みたん何でも調査団。さてこのコーナーではですね、さらに読谷村を掘り下げて、ね、ガイドブックにも載っていない、まあ、ラジオで聞く、まあね、本当に読谷村のコアでディープな、ね、情報をお届けしていく中で、今日はですね、ちょっとインタビューのね、ちょっとお声を流したいと思うんですけども、FM 読谷のパーソナリティは150名近くいまして、もちろんね村内の方も多いんですけども、村外からねここ FM 読谷まで足を運んでね番組をされる方が多いんですけども、そんな村外から見るパーソナリティの皆さんが、まあ、読谷村でね感じることとかね、読谷村を、ね村外から見てね、こういうのあったらいいなとかね、ここが素敵だな読谷村っていうね、ちょっとお声をね今日は流していきたいと思います。それではお聞きください。
こう田舎に住みたいと。それで北上してきたらさ、はいはい、読谷に来ないとこの自然が良くならないんだよ。ああ、はいはい。嘉手納まではダメさ。読谷に来て初めてこのね、はい、自然が豊かでさ、ああ住みやすいなと。はいね、本当に、お二人とも、まあ、出身とここ読谷村ではね、さまざま違う部分あると思うんですけども、うん、読谷村観光で来られる方が多いんですよ、うん、なので、このラジオそして映像を見てる方に、うん、今後、まあ、読谷村観光するにあたってここおすすめだよっていうお二人の目線で、うん、なんかお届けできる場所とかありますか？あ、私戸口ビーチが大好きです。それは何ですか？もう、あ、夕日も綺麗なんですけど、なんかあの夕方になるとちょっと音楽が流れていいムードが流れてるので、黄昏るにはもう、はい、すごいですね。夏とかちょっと好きです、はい、俺はね何とか言ってるんだけど、はい、やっぱり残波岬ですよ。 あそこの、まあ、散歩コースなりランニングコースがあるでしょ、はい、あの読谷は滞在型だから、うん、朝起きてねあそこ散歩したら最高。最高、うん、はい、あれは絶対の売りです。だから一泊じゃダメだね、連泊しない連泊で連泊です。わかりました。ということで、本日はですね、毎週火曜日の10時から、ね、番組をしておりますエンジョイライフ研究所のお二人、かなちゃんさんとこうちゃんさんに、ね、インタビューいたしました、ね、二人は、ね、村外の出身ということで、特に私がインタビューしててね、この印象に残っているのがこうちゃんさんが言ってましたね、なんか今のままでいいんだよというね、言葉、そういう方もいらっしゃるんですね。やっぱりね、あのね、新しいものとかね、便利さを求めていろいろなものがね、ここ読谷村でもねできてはいますけども、逆にね、この今ある自然を大事にしてね、今のままでいいんだよっていうね方の意見もね貴重だなと思いましたね。確かに自然を求めにね、ここ読谷村に来るね観光客の皆さんもね多いと思いますので、はい、私が強いてね読谷村に新しくねできてほしいなと思うのがですね、強いて言えばですよね、読谷村内ねガソリンスタンドね、私が調べたところ、現8カ所あるんですけども、で私この仕事終わりに、まあ、西原町というところまでね帰るんですけども、ですね、この国道58号読谷村から、茶壇まで、ね、南向けですね、ガソリンスタンドが一つもない、ね、なので、ちょっとね給油したい時にちょっとこの女村から茶壇まで一軒もないかな、もしかしたら。ぜひね、はい、あのシナジースクエアあたりぐらいの、ね、敷地を使ってガソリンスタンドできたらねちょっと助かるなとは思うんですけども、いかがですか、ね、感じてる人多いと思いますよ、ね、ぜひ私が強いてね本当に読谷村内、ね、新しくできてほしいなと思うのは、ね、国道58号にねガソリンスタンドよろしくお願いします。ということで、本日の読谷なんでも調査団、読谷村違う、FM 読谷で番組を持ちますエンジョイライフ研究所のお二人、こうちゃんさんとかなちゃんさんにお話をお伺いしました。読谷スポーツインフォメーション、この時間は読谷村スポーツコンベンション情報をお届けいたします。読谷村であの選手が見れる、読谷村だからこそできるスポコン情報ということで、今週の水曜日あたりから、まあ、新コーナーということで、この
時間は読谷のスポーツインフォメーションをお届けしていきたいと思います。まず早速ですね、ただいま読谷村で、キャンプをされているチームといたしまして、男子ラグビーの皆さんですね、明日の4月14日土曜日までここ読谷村で、キャンプをされております、チームがですね、久保田スピアーズの皆さん、はい、皆さんも練習風景とか見に行かれましたか？ね、ちょっとね平日ということもあってね、見に行けなかったかもしれませんけど、明日まで4月の14日明日までということなので、ぜひ、ね、時間ある方、興味ある方は見に行かれてみてください。そしてまた来週からはですね、男子7人制日本代表の、ラグビーチームの皆さんがね、合宿というかね、ここ読谷村で、キャンプ予定となっておりますので、すごいですね。なんか今月はですね、本当にラグビーチームがね、まあ、入れ替わりでね入ってくる、まあ、光景といいますかね、そんな、動きがありますけども、スポコン情報、ね、ぜひ村長もねラガーマンということでね、読谷村ではね、国際試合女子の7人制ラグビー大会、国際大会もね行われるほど本当にラグビーで、ね、力を入れておりますので、ぜひこの機会に、明日まで久保田スピアーズのキャンプ合宿の練習風景も見れます。そして来週からは、男子7人制日本代表のチームの皆さんがね、キャンプ予定となっておりますので、よろしくお願いします。また5月、ね、月を挟んで5月には、トヨタ自動初期シャトルズのね、またラグビーチームの皆さんが、キャンプ予定となっておりますので、そちらの方も、はい、チェックしてみてください。その他にいた、その他にも読谷村ね、さまざまなねスポーツね力入れてますよ。例えばですね、ちょっと今季節ではないんですけども、またね、サッカーのね、キャンプもね盛んでございまして、毎年サガン鳥栖、ヴィッセル神戸といったね、本当にテレビで見るね、あの有名な選手がここ読谷村でキャンプも、行われます。まあ、サッカー情報といたしまして、この番組ではないんですけども、毎週木曜日、朝のね2時間番組イモーニングの中で、毎週木曜日7時35分からイモスポ情報というね、まあ読谷村のキング和夫さんをゲストに迎えて、パーソナリティのね日賀美幸ですと一緒にね、まあ、軽快なトークでねサガン鳥栖、そしてヴィッセル神戸、そしてここ沖縄県の琉球キングスじゃない、失礼しましたサッカーチーム何でしたっけ、 FC 琉球ですねのね、話題もね交えてお届けしてますサッカー情報でございますので、ぜひサッカー好きなね少年とかね方々、毎週木曜日の7時35分もねちょっとチェックしていただいて、読谷村のスポーツ、コンベンション情報を、ゲットしてみてください。この時間は読谷スポーツインフォメーションでした。
あなたも沖縄を体験、紫村情報。体験王国紫村情報、華やかな王朝時代を築いた15世紀頃の町並みを再現してある場所、32の工房、その中に101の体験ができる場所を完備してあるのがここ体験王国紫村でございます。はい、毎週金曜日、ね、この時間はここ体験王国紫村の、ね、情報インフォメーションということで、さらに、ね、掘り下げてお届けしていきたいと思います。さて、ね、本日も9時から、ね、営業スタートということで、ちょっと今日は見る限り観光客の皆さんは、ね、ちょっと見えないですかね。もうまあ学校とか、ね、まあ、仕事も始まって、まあ、今の時期はちょっと、ね、少なくなってきてはいると思うんですけども、またね、5月大型連休にはですね、素敵なイベントもね、ここ紫村さんでね、準備しているということなので、ぜひね、またね、チェックしていただいて、大型連休の時にはね、ここに遊びに来ていただきたいなと思いますけども、さて、この時間はね、紫村のインフォメーションをお届けする中で、私一人だけではありません、この方も一緒にね、お届けしていきたいと思います。カメラに映ってますね。はい、ということで、おはようございます。おはようございます。体験王国紫村、国吉潤です。よろしくお願いします。はい、おはようございます。あれ、カメラ映ってますね。はい、ということで、今日も笑顔の素敵な国吉潤さん、よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。今日はちょっとどんよりした雨ですね。そうですね。雨というか天気ですね。ちょっと昨日がね、結構夕方大降りというかなりましたけど、はい。はい、ね、本当に今の時期ちょっと観光客少なくなってきてますね。まあ、そうですね、まあ、新学期というか、はいはい、子供たちも学校始まってちょっと落ち着いたかなっていうのはちょっと落ち着いてますね。ありますけども、はい、またすぐ、まあ、ゴールデンウィークという連休もありますので、はいはい、うん、まあ、これからまた増えていくのかなっていう、はいはい、そうですね、また大型連休、ゴールデンウィークに向けてのね、また紫村さんの情報をお届けしていきたいんですけども、最近ちょっと私が気になること聞いていいですか。はい、どうぞ。今駐車場の横にですね、はい、まあ、セグウェイが乗れる、はいはいはい、まあ、お店があるじゃないですか、うん、はい、このセグウェイに乗って、うん、この紫村の園内って、はい、まあ、遊べるって言い方あれなんですけども、はい、ちょっと体験というかコースを走れたりするんですか。はい、紫村の、まあ、体験の一つに、はい、このセグウェイの体験がございまして、はい、あ、そうなんですね。はい、で、まあ、受付、はいはい、そのお店があるのが、うん、この今あるサテライトスタジオのすぐ目の前の、はいはい、駐車場の方に、はいはい、店舗がありまして、そこで、まあ、受付等ですね、はいはい、やって、でセグウェイの、まあ、実際のものもですね、展示されてますので、まあ、見ていただいて、でその中で、まあ、体験コースとして、はいはい、まあ、お手軽の、コースとしては、まあ、この試乗という形で、まあ、その場でちょっと練習をするぐらいの形の、はいはい、まあ、気軽なコースから、で中には、まあ、ツアーということでですね、まさにこれに乗ってですね、はいはい、紫村の園内を走っていって、おー、いいですね。で園内の中も、まあ、インストラクターと一緒にですね走っていって、まあ、いろいろ紹介も受けながら、はいはいはい、紫村の中をこのセグウェイで走れるというあのコースもございます。実際に私乗ったことないんですけども、はい、純さんは乗られたことは、はい、私は、はい、あります。どうでした。そうですね、やはりなんか新感覚的な、やっぱ最初ね、うん、どういう感じで動くのかなっていうのはちょっとわからないんですけども、ただ本当に、まあ、自分でも少し練習すれば、はい、なんとなく雰囲気がつかめる。ただちょっと顔はちょっと緊張してますけど、うん、
ちょっと話聞いたんですけど、はい、体の重心を傾けることによって、はい、なんか進むとか。そうなんですよ、まさにあの体重の、まあ、移動、うん、重心を右にやると、うん、右に進んでいって、で左だと左という形で、はいはいはい、スピード的にはどうなんですか、なんか操作できるんですか、はい、手元とかで。で手元もですねハンドルがありまして、それをまあ前に押し出すと前に進むと、はいはいはい、でまた戻すと、止まって、でまた後ろに、でそれを右左でやるとぐるぐる、うん、その場で回転するとかですね、いろいろありまして、はいはいはい、スピードもですね結構なスピードが、うん、もう体感できるんですね出て、うん、ただまあそこはまあインストラクターのですね、はいはい、皆さんの指導のもと、まあ、安全にやっていくんですけども、なのでまあヘルメット等ですね着用して、はいはい、この乗るっていう形にはなりますけども、うん、結構でも、はい、なかなか体験する場所、うん、機会はないと思うの で、 そうですよ、ね、結構、はい、面白い体験にはなってますし、はいはいね、また園内、まあ、歩いて、ね、まあ、いろいろ体験されるとか、ね、回られるのもいいですけど、こういう、ね、セグウェイっていう、ね、はい、乗り物でまた、ね、楽しむ一つの楽しみ方ですよね。そうですね、なので園内、まあ、紫村の園内は、うん、まあ、石畳なんですけども、うん、まあ、そこをガタガタガタゴトゴトゴトガタゴトしながら、はい、そうですね、またそれはそれで楽しそうですね、なかなか、はい、ま、普通のセグウェイのコースとは違う、うん、はい、楽しんで、でちょっと門とかかかると、はい、ちょっと車間でくぐるとか、うん、ちょっと楽しそうですね本当にね、はい、ちょっとアトラクション的な形ですね、はい、ぜひね、これからちょっと面白そうだなってね、体験を考えてる皆さんはね、やっぱり園内はね多くの方がね、はい、歩かれてますので、安全に運転ということで、はい、でちょっとセグウェイに関してはちょっと体重のですね、うん、重さがちょっとやっぱないと、あ、乗れないっていうのがあって、そうなんですね、はい、何キロ以上っていうのがあるので、はいはい、まあ小さいお子さんとか、はいはい、ちょっと操作ができないっていう場合もあるんですけども、うんうん、そこはまたミニセグウェイっていうですね、あ、そういうのもあるんですね、はい、種類もまたいろいろあるので、また子どもたちだけ、もうハンドルはなく本当に、はいはいはい、立って乗るだけっていうのもですねあったりするんですけど、ただね子どもたちの方が、うん、大人の皆さんより、はい、確実にこの習得というか乗りこなす技術はそうですね、早いですので、子供たちの方が、はい、子供たちの方がもう、ね、バンバンガンガン乗ってます、覚えますからね、はい、まあ、こういう楽しみ方もね本当に、まあ、体験の一つということなの で、ね、まあ、チェックしてみてください、はい、そしてあと一つちょっと話変わるんですけども、はい、気になることがあって、はい、まあ、この入園する際にこの動物とかも一緒に、はい、同伴という形で入園は可能なんですか、はいはいはい、そうですね、浦杉村の敷地内ですね、はい、まあ、大体屋外をですね、はいはい、通って見学していく形で、うん、まあ、まあ、ペットの方も連れてきていいですかってお問い合わせはたくさんありまして、そうなんですね、はいはい、で浦杉村 の、まあ、ルールとしてはですね、うん、はい、まず入場自体は可能になります、はいはい、ただリードをですね、はいはい、つけていただいて、ちょっと管理していただきながら一緒に入っていくっていうことであればですね、はいはい、問題なく入れますので、はい、ぜひ、はい、もうペットも家族の一員だと思いますので、そうですよね、はい、みんなで遊びに来ていただいて、はい、また中にはヤギさんとか、ヤギさん、あ、いますね、大馬さんとかちょっと一部で、まあ、猫さんとかもいますので、あ、結構猫もいますよね、はいはい、園内の中にはそこら辺もね、また皆さんもそういうちょっと動物同士、はいはい、照れたりしない感じで、うん、はい、また触れ合いコーナーはい、的なとこもありますけどね。そうですね、はい、ヤギさんヤギに関してはまた餌もですねあげれたりとか、はい、まあ、馬もそうなんですけど、馬も餌をあげれたりとか、はい、しますので、はい、まあ、そういうのを、まあ、見る、はい、だけでも、はい、楽しいのかなと思いますので、はい、ぜひ、はい、動物もいるよ紫村ということ で、 そうですね、はい、そうなんです、はい、ぜひね本当に来てください、はい、昨日はまた沖縄乗馬クラブさんが、はいはい、まあ、地元のテレビ局から、あ、そうなんですね、はい、夕方にですね生中継をしてですね、うん、生中継、はい、中継をこの乗馬体験できますよっていう形でやって、で、まあ、雨の中ですね、そうですね昨日は雨でしたね、はい、中継してますので、うん、ぜひ皆さんも休みになったら遊びに来ていただきたいなと思います、はい、以前ナビゲーターのはじめちゃんも、ね、はいはいはい、この乗馬クラブ取材で伺ったんですけども、はい、本当に立派な馬がいますよね、まあ、12頭いるそうで、12頭も、はい、ほー、なのでまたコースによっては本当に隙間から園内が出てですね、はい、まあ、海の海沿いを行ったり、いい、ね、はい、ビーチまで降りていって、まあ、夏限定ではまた海に
馬と一緒に入るコースなんかもすごいですね。あるみたいですので、ぜひ皆さん、はい、興味ある方は、ね、ホームページ等でもチェックしてみてください。なかなか県内でもその乗馬できる場所ってそうですね、少ないと思いますので、少ないですよね、はい、ぜひ読谷にもありますよっていうところですね、はい、皆さんお気軽に。ちなみに、はい、じゅんさんは、はい、馬の上に乗られましたか？はい、僕ももちろん乗ったことはありますけども。どうでした？やっぱりね、目線が一気に高くなるので、あ、そうですね、やっぱりちょっと、怖いっていうね、意識もありますけども、はいはい、でもね、大馬さんはこのやっぱり賢いみたいで、うん、この人のですね、はいはい、まあ、もし、弱い方とか、はい、そういうのも分かるみたいので、ちょっと優しく接してくれたりとか、はいはいはい、ただね、調子乗ってる方には分からないですけども調子乗ってる、まあ、そういう馬のですね、優しさにも触れながら、はいはい、はい、ぜひぜひ乗馬体験も今年はチャレンジしてもいいんじゃないかなと思います。そうですね、はい、私もちょっと今年ね、体験してみたいな、はい、ぜひぜひ、はい、乗馬なんかセーブの感じでよろしくお願いします。ね、本当にさまざまな体験ができますね、紫村さん。はい、本当にできます、ね、子供から大人まで、ね、本当に楽しめる、ね、体験施設がいっぱいあるということで、ね、何かまたこの今週も、この今駐車場にあります沖縄トヨペットさんでイベントもなんか行われるようなことを聞いてですね、はい、そうですね、先週もあったような、はい、先週もあって、まあ、来る読みたサーキットさんですね、はいはい、サーキットさんの方で、うん、はい、まあ、また年間通してですね、うんうん、まあ、メインはサーキット、まあ、体験でやってますけども、はいはいはい、まあ、モータースポーツを応援するという意味でもですね、うん、またこのコースを活用して、まあ、いろんなまた団体がですね、まあ、車だったりバイクだったりとか、はい、そういう形で、イベントをやってますって、うん、今週は多分あのサーキット、本当にサーキットの大会というか、はいはい、ね、なんかあるということで、ね、はい、また詳細、ね、詳しくまたお伝えしていきたいと思うんですけども、はい、ね、本当に晴れてほしいですね。まあ、そうですね、ただね、雨が全く降らないっていうのもまずいと思うので、うん、はい、まあ、いい感じで降っていい感じで晴れて、いい、ね、皆さんが、はい、沖縄を満喫できるように、はい、よろしくお願いします、はい。そしてまたちょっと話変わるんですけども、はい、ジュンさん、紫村からちょっと、海岸に行ったら、はい、ミーグスク、ミーグスク、はい、当たってますか、はい、言い方、ミーグスク当たってますよ、ね、今日 オープニングナンバーで流した読谷村じゃない県出身アーティストのマックスさんが歌われます、はい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 、二来家内の PV でこのミーグスク、へ、はい、そうなんですね、まあ、使われてると、使われてるということで初めて知って、はい、まあ、こちらはですね、この、まあ、我々施設がもともと NHK 大河ドラマの琉球の風っていう形で、まあ、この那覇のですね、街並みを再現してるっていうところなので、うん、当然ミグスク那覇の方にありますけども、はいはい、それも再現してですね、うん、そこから、まあ、船が出ていったっていう形ですね、はい、の、まあ、ありますので、まあ、当然まあ、上から見て、まあ、場所的にもいいですので、うん、いろんな、まあ、撮影等でも使われてるっていうのは実際ありまして、はい、ですね、でその今手前ではまたサンゴ畑さんとか、はい、サンゴ の場所に、ね、はい、やってますので、はい、ぜひそちらも気軽に、うん、紫村から浦手の方行って、はい、まあ、ガーラ青海さんとかですね、うん、そちらの方にまた、も見ながらミグスクの方も見れますのでそうですね、上の方からね、はい、眺められますからね、はい、ぜひそちらの方にも足を運んでいただいて、またね、楽しんでいただきたいなと思います。今週も、はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。笑顔の素敵なじゅんさんでした。ありがとうございます。歩いた花には後が花が咲く以上です。世界に開け開け山
戦争レンタカーラジオドライブマップご案内します。メンサーレンタカーラジオドライブマップ、このコーナーは沖縄県レンタカー協会参助会員の FM 読みちゃんがドライブマップを活用し、さまざまな情報をラジオでお届けするコーナー、ラジオドライブマップのコーナーとなっております。さて、観光で、いらしている皆さん、ね、レンタカー借りる際にですね、沖縄ドライブマップ、沖縄本島丸分かりロードマップということで、レンタカーの、ね、方から、ね、この情報誌手渡されると思うんですけども、ぜひ、ね、沖縄観光するにあたってね、さまざまな情報掲載されておりますので、ご活用ください、ね、旅先での、まあ、不安な運転、ね、ここに気をつけましょうということで、最初のページですかね、はい、細かく掲載されておりますよ。まあ、沖縄の道路はね、滑りやすいということで、今日もね、ちょっと午後から天気が崩れるということなので、いつも以上にね、ちょっと速度を落としながらね、運転もされてください。そして、23ページの方はですね、まあ、この沖縄ドライブマップを活用して、このカーナビですね、カーナビとね、また連動してね、より分かりやすくなってる、ね、この沖縄本島丸分けロードマップですので、はい、そちらの方もご確認して、ね、使用してください。その他にも県内のさまざまなお店など、ね、いっぱい、ね、情報掲載されておりますよ、ね、ぜひ、この観光で回られる際はこの沖縄ドライブマップ、言えてないね、沖縄ドライブマップも一緒に持って、観光を楽しんでください。ということで、以上メンソーレンタカーラジオドライブマップでした。お届けしてまいりました観光情報番組読谷ラジオ、ね、時間も早いものであっという間なんでございますけども、ここでメッセージ届いておりますね。はい、ご紹介いたします。ありがとうございます。ラジオネームインテル入ってるさん、はい、ありがとうございますすごいラジオネームですね、インテル入ってるね、お住まい山口県からですね、ありがとうございます。タツヤさん、おはようございます。かつて観光で読谷に遊びに行っている時に、インタビューされて以来、読谷とタツヤさんのファンになりましたということで、誰でしょうか。はい、もうすぐ5月、ゴールデンウィークは読谷で何かイベントありますか、最後まで頑張ってくださいねということで、ラジオネームインテル入ってるさん面白いですね、インテル入ってる。はい、ということで、そうですね、ゴールデンウィーク近いですけども、ですね、ここ紫村の方ではですね、先ほども軽くお伝えしたんですけども、このゴールデンウィーク期間中にですね、今年も開催しますミニミニ運動会、ね、開催される予定ということで、お話も聞いてますよ。その他にですね、読谷村内で言えば、ですが、またゴールデンウィークの前にですね、
富谷にあります富谷漁港さんの方で、まあ、1周年祭というのも行われますので、その時にですね、また無料で食べられる、ねものもあったり、ね子供から大人まで楽しめるイベントなどもね、いっぱいあるみたいですので、確かね、4月の29日ですかね、はい、29日日曜日に当たってましたかね、その日に、読谷村の富谷にあります富谷漁港さんで1周年祭行われるみたいですので、ぜひ、ホームページ等などからもね、この詳細イベント詳細確認することができますので、よろしくお願いいたします。その他にもね、まあイベントではないんですけども、ここ読谷村にはね、またセーラーの森公園など、またね残波岬公園ね、子供も安心して遊ばせられる、そういうね、遊具などもいっぱいありますので、まあ、そちらの方でも、ねまあ、ピクニックがてに、ね子供を連れて、ね遊んでみてはいかがでしょうか。ということで、残り時間もわずかとなりましたけども、ここでお知らせですね、読谷村の木名にあります金乳そばさん、明日4月の14日土曜日午前11時からね、読谷店リニューアルオープンいたしますということで情報が入ってきてますね。はい、明日の4月14日ね、金乳そばさんがリニューアルオープンということで、金乳そばの麺は 100% 沖縄産の小麦を使用していて、歯ごたえがよくもっちりとした食感の特製製麺、だしやスープ、グッ具材に至るまで手作りで自家製のものを使っている、まさにこだわりの絶品ということで、はい、ぜひリニューアルオープンらしいですよ皆さんね、はい、待ちに待ったリニューアルオープンということで、ぜひ行かれてみてください。明日のランチは金乳そばで決まりということでね、営業時間明日11時から4時までだそうですね。はい、ということでチェックしてください。お届けしてまいりました観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、体験王国紫村ほか各社の提供でお送りしました。それじゃあ明日もお届けいたします。